今日は朝一日の出、ね、から出てみます。おはようございます。今日もちょっと頑張りたいと思います。今いい反応出てますけどね、17メートル。ちょっと今日ね、GoPro の電源ないんですよ、あんまり30% 今やり始めで、で、ね、そうかと思ってこの前今日の朝充電しようと思ったんですけど、充電中はこの赤いねランプが点灯するんですけど、点灯しなかったんですよね。はい、で、あ、もうフル充電なんだなと思ってね持ってきたらなんとまさかの3割 30%。分かってたらね、車の中で車ででもね充電できたんだけど、ちょっと失敗しましたね。あんまり今すごい出てるんでつけてるんですけど、今日は、今すごいですよ、あのね。だけどこれをやってたらもうそれ前に電気が多分なくなっちゃうんで、かかってからのね、撮影になっちゃうと思いますね。今この反応でかからないっていうのは不思議なんですけどね。来ましたね。今日の初ヒット。寝魚っぽいと思いますけどね。まあ暴れないし、でも重い。GoPro の電力が気になる。あれ、上に浮いてきた。クエですね、一応ね。すごっ、やった。ちょっと小ぶりですけど、一応クエですよ。どうなんかな、美味しいのかな。美味しいやろね、この時期って。クエってなんか冬のイメージありますよね。ちょっともうとりあえず、とりあえず一匹釣れました。すごいですけどね、今、魚探反応はすごいですよ。見えますかね。これで来ないっていうのはちょっと不思議なんですけど。あれ？あれ？全く当たんないね。うわ、すごいよ。棒から水深 18.8 で5メートルから15メートルまで反応が出てます。本当かな？超なんかちっちゃいのがかかりました。イサキではない。何かかかりました。カラコ。これぐらいだったら持って帰るかな。ちょっと今日わかんないね。だいぶ追ってきてかかったけど。イサキじゃない気がするな。まあ引きはいいですよ。どうかな、ちゃんと食ってるかな。だいぶ上げたところでね、追っかけてきてくれましたね。もう6メートルぐらい上がってください。よしいいよ。いいんじゃないですかこれ。すごいな、よう頑張るな、このリール。安い。これも、廉価版の、ね、安いリールなんですけど、セドナ、2500。軽くてね、いいですね、安いけど、耐久性ももう、5年以上使ってんじゃないかな。もっと使ってるかも。よし、上がってきた。上がってきたと思うんだけど、重いね。えらい重いな。3メートルもう見える。よっしゃ。ヒラメ。ヒラメですよ、これ。ヒラメはこれ、玉入らないんですよね、いつでも。うわぁ。またでっかいな、これ。取れた。またやっちゃった。
切られた。うわ超痛恨。うわ切られた。なんとまあ泣いちゃうわこれ。ベイト今反応あってベイトが見えましたね。今左船の左でねポツポツ小魚の跳ねる音がしますけど、今日イサキ来ませんね。イサキ狙いでなんですけど今日もやっぱり前回たまたまということが立証されそうですね。なんと今日はヒラメ、大きいヒラメがね70以上は絶対あったと思うんだけど、また逃がしちゃいましたね。もうほとんど上げてたんですけどね。最後に暴れて、ラインは船にね、擦れたんだと思います。ラインで切れましたね。悔しいですね。まあ、ちょっともうそれから30分以上になるんですけど、まだ引きずってますね。まあ、このタモがね、やっぱりね、ちょっと60、まあ、普通はそれで大丈夫なんですけどね、ヤズとかだったらね、80ぐらいまで大丈夫なんですけど、ヒラメって頭が軽いし、針があってね、言い訳じゃないですけど、つるんと入ってくんないんですよね、丸くなってね、入ってくんないんですよ。どうすればよかったのかな。もうリーダー持って釣り上げた方が良かったかもしれないけどね。まあそれは針が危ないし、まあそれで切れてもやっぱりね、ちょっと悔いが残るし、まあやっぱ基本はタモでね、救うしかないんだと思うんですけど、いやー。大きい方のタモだったらね絶対難なく入ってたと思うんですけど、あれはあれで扱いにくいっていうかね、針が引っかかりやすいんですよね。で釣った後で特に青毛なんかが暴れた時にね、もう針が引っかかり上げて次に行くまですごい時間がかかるんで、それが嫌なんで、わ今すごい出た、今すごい出た。このゴムのやつ使ってるんですけど、難しいな。このゴムのやつはゴムのやつで、またあんまり大きくなるとね、ネット自体重いんで、これ以上大きくなるとそれはそれで扱いづらいんですよね。これこんだけ反応があってこないか、なんでかな。ポツポツすごい反応出るんですけどね。ああ、悔しいなぁ。ヒラメフライ。もうヒラメが釣れたらね、今日はちっちゃいクエが一匹釣れてるんで、もうほんと帰ってもいいぐらいだったんだけど。悔しいなぁ。初のイサキっぽい当たりが来ました。今、魚探反応何も出てないですけどね。うわぁ、怖いな。今日はデカいのバラしてるからな。頼みました。まあなんとか合格かな。とりあえずね、2匹釣れたら合格なんですよ。やった。いやー、超イサキ狙いでイサキが来ました。今日渋いですね、イサキはね。今日は、GoPro 電池、電力ないからやばいかなと思ったけど、足るかもしれません。あんまり釣れないんでこの電力でね、もうバッテリーがなくてもつけたくなるぐらいのねそれぐらいの魚探反応なんですけど、なんでこれで来ないの。よっしゃ、久しぶりに来た。よっしゃ、久しぶりに来たよ。これもまたいい反応だと思うけどな。なんかいきなりだな。まあ魚探はね、今日は反応いいんですけど、全然来なかったんですけどね。まあ、ちっちゃい魚の反応なんかな。それを、うわ、すごいな。
これタレじゃないですかね、まあ、さっき逃がしたヒラメがだったら超嬉しいけどね。どうしようかな、ちょっとゆっくり行くかな、まあ、分かんないよな、どっちにしろ何をやったところでバラしたら後悔するよな。何これ青物か、青物だ。青物はまあたまに入ると思います。かかってさえいれば。足危ない危ない危ない、足出したら危ない。よっしゃ、これはヒラマサだったらまあ今日逃がしたヒラメ補うぐらいのね、あれありますけど、パランカ、ああもう怖い怖いやりとりが、なんでこういう時のパランカが来るのかな、まあ、それは魚に引っ張られてるからですけどね。分かってんですけど、なんで今日はこう入ってこないんだろう。たまに、ヒラマスじゃないかこれ。あかん、なんか自信がないもん。あメンタル弱いんすよ。おい、あかん、やばい、助けても。わっちメンタル弱いんすよ。勘引きずってる、強気になれない、強気になれない、あかん、またこれも入らない、なんでかな、ここまで大きくなくていいっていつでも言ってんのにな。よっしゃ入った、もうなんか今日長期戦ね。いやー下手やな俺ってやっぱり。ちょっと下手さが露呈しましたね、このランディングの下手さが。きつ、もうさっきのヒラメもこれぐらいあったんですよ。逃がした魚はでかいって言いますけどね、いやあったんですよ。でヒラマスとかね、こういうやつは、まあ、頭さえ入ればね、入るんですけど、ヒラメはね頭軽いんですよね、あいつだけズボッとこうね入ってくんないんですよ。なんかペランって感じでね、こう玉の上に乗るような感じになってね、曲がってくんないんですよね。あ今ダメ、13m した。ここでやると引っかかっちゃうね。やっぱり18ぐらいでやんないと。デートが多いのはね15以下が多いんですけど、そこでやっちゃうと引っかかるんですよね。今日ヒットルアーさっきヒラメに、持っていかれちゃって、廉価版ね、こっちのちょっと高いけども、これもボロボロなんですけどね、オーシャンルーラーっていうのかな、クレイジーオーシャンね、です、これも最近売ってないですよね、このハリモも最近売ってないんですよ。僕が使うやつはなぜか知らんけど、みんな店頭から消えていくというね。はい、来ました。一応来ました。でかいですよ、これも。ね。縦に映んない。どう思いますか？ヒラマサじゃないんかな？わかんないな。これヒラマサだと思うけどね、ここは丸いよね、ここが。こっちは角いけどね。この、なんかね、距離の差でもわかるって言うんだけど、何回聞いてもわかんないんだよね、それが。はい、来ました。あ、嬉しい。19.5 メートル。すごいんですよ。見えますかね、この。ロターハンの今日すごいんですけど、肝心の魚が、かかんないっていうか、まあ、かかっても、まあ、逃げられたんですけどね。
いいのが変わったんだな。まだ引きずってるな。だってヒラメがかかることってほんと少ないですからね。もうちょい出るか。今ではすごいけどな。5メートルから10メートル。それ下もね、15メートルあたりも、すごい反応出てんだけど、それは意外と、反応の割には、かかんないんですよ。不思議やな。投げるか、やっぱり。投げると引っかかんないのかな。浅いからな。17、限界やね。17、それより浅かったらもうほぼ引っかかるね。20超えるとね、引っかかんないんですけど、20超えるといないんですよ、ベイトが。今日。今16。わかんないな、やっぱりその日によって。だいぶね、当たった今も当たったけど、これは違うな。これはなんかすごい、超ちっちゃいのがかかりました。あー、でも、でもバレた。あー、変わってる変わってる。変わってる。あれ？何今の？何今の？すごかったね。あれ？かかってるこれ。かかってるよ。ああ、何？ああ、イサキやろうか。抜けたと思ったんだけど。ああ、来ました来ました来ました。ああ、やったー。今日もなんか、ちょっと調子乗ってきた。ああ、今でも、またあれが落ちとるよ。ねえ。あれなんかぐらいあげとこうか。どう何よし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 よっしゃよっしゃよしよし来ました。なんと今日はもうなんかいいのか悪いのかね、わかんないけど調子がいいのか悪いのかね、全くわからなくなってきました。今日風ないんですけど、波が、やっぱり波がそこそこあって、潮流だと思うんですけどね。流されるんですよ。もうね、さっき19行ってて、1匹ずったら15なんですよ。で、また戻んないといけない、19に。疲れますよね。これは前方の油が出ましたね。これはまあ、またあの、やつかもしれないですね。近くで、油が出てね、今度はかかりました。やばいやつだと思いますけどね。ああ、元気ですね。今日は、全然ね、トップで来なかったんですけど、それで始めてきました。電池がない。もう切れますね。今一回切れた。帰り来ました。もう電池ないです。すぐ切れると思います。やつですね、これはね。いや、まあまあ、良かったです、今日も。ヨンちゃん。これ、平間さんの刺身です。すごい。